はい、こんにちは、ビッグボーイです。今回はバトルフィールド4でちょっと気分を変えて、ここはピストルオンリーサーバーというわけで、ピストルオンリーです。なのでピストルだけを使っていくと、 G18 を使っていこう。で、まあこのサーバーちょっと最近お気に入りで何度かプレイしているんですが、まあ最近はちょっと64人対戦の戦場にもちょっと疲れて、まあ、そこにコマンダーとかが加わってなんやかんやで、まあ66人対戦になったりする。そしてまあ回線落ちという名の67人目の兵士が現れたり、68人目が増えたりもすると。まあここピストルオンリーサーバーではあるんだけど、まああの PC 版みたいに、あの一瞬で AR とか LMG とかそういうのを使った人はバンしますよとか、そういうのをちょっと一瞬でできるというものは、まあコンシューマー版にはないので、まあご察しの通り、それなりにちょっとダメなものを使う人はねいるんですよ。敵が結構来てるな。一人を中に入っていった。まあ弾が少ないんでね、注意していきたいんですが、もう一人いたな。よし、おう、やられた。F2000 って。ここはピストルオンリーサーバーだ言うてるやろ。と、まあ、右上の通知を見ていただければわかるように。まあ、守らない人もまあそれなりにいるんですね。まあ、それはもう仕方ないんですが、ピストルオンリーと書いてあるんだから、まあ、守ってほしいよっていうのはあるんですが、まあ、あの、気づいてなくて使っているのか、それとも M4 気づいてなくて使ってるのか、それともピストルオンリーであることをいいことにみんなピストルばっかり使ってるので、ここで AR とか LMG ショットガンを使えばキルが稼げるでしょうという人なのかは、まあ断定できないですがせめてね、こういうサーバーである以上ピストルを使うことを心がけてほしいんですが、さあ G ここに入っていこう。まあだけどどこまでをピストルとして判断していいかはちょっと微妙なんですね。あの突撃兵が使える、なんだっけな、あのマスとか、まああとはグレネード、まあグレネードは多分まあいいとして、まあ中には AR をハンドガンとして考える人はいや、いないとは思うけど、まあね、そういう解釈をしてしまう人もね、いるのかなとか、思ったりすることもあるわけですね。よし。まあ、あくまで僕はちょっと、この G18 を駆使していきたいと考えているんですが、まあ、とりあえず、エコーまで押してみるかな。まあ、この G18 もまあハンドガンの部類としては入ってるけど、まあちょっとショットガンチックな武器があったりだとか、まあこれは実際ハンドガンというよりもマシンピストルに入ってしまうなとか、まあちょっとグレーに感じる部分もあるんですが、ハンドガンの部類にある以上はとりあえずこれはハンドガンと考えていいんじゃないかと、まあそういう風に至っております。まあ弾が少ないので結構援護兵もこのサーバーは多めかな。このマップはロッカーしかないので、まあ、というか、アラセルストームだとかザボトとかでピストルオンリーしちゃうと結構ね、開けてるので、地味な戦場になってしまうんじゃないかと。というか、あなた、ピストル持ってる？なんか AR っぽい武器持ってるように見えるんだけど。それピストルかな？ちょっとついててみようかな。デルタ確保しよう。あ、なんか今向かい合った人もピストルじゃなかったような。ゲット。よし、うん、フルスロットルで AR の音が聞こえたな。閉まってる。こっち行こうか。よし、
死にから来るか。エコ詰めちゃおう。この上にいればね、ハンドガンは遠距離戦はちょっとフロートの武器はちょっと厳しいから、あんまり遠距離には詰められたくない。コンパクトが結構セミオートの遠距離系では強いのかな。まあリボルバー系もまあ上手い人は上手いけど、ちょっと僕はリボルバーの反動の高さ、まあ威力は高いけど反動の高さにちょっとついていけなかったので G18 を使ってるんですが、こっちにいるよね。ダメだ、コンパクトだ。あら AEK とかエース21CQB とか使ってる人もいるな。敵がちょっと少ないなこれは。お、はい、上にいるな。ちょっとこれ別のところから攻めようかな。医療キットだよ。はい、あれこれハマってるな。離れよ、リロード。味方がやられてる。ああ、これもう味方全員エコまで詰めちゃってるのか。はい、ほい、みんな向こう行っちゃったか。こっちから入ってくるだろう。まあこういうハンドガンオンリーサーバーではまあこの G18 を使っているけども、あらあら、めっちゃいる。よし、最近ようやくユニカを入手して、そしてヘッドショットのあれも果たしてようやくディーグルを手に入れたんですね。まあなのでコンクエストとかだと全然当たんないな。ディーグルをちょっと使ってるんですが、まあユニカも結構強いんだけど、ちょっとリロードが遅いっていう欠点があるので、まあそれはディーグルも同じか。ディーグルもまあちょっとリロードが遅めで、あんまりフルオートのハンドガンは使う機会がこういうところとかじゃないとないのかなと。この人も G18 を使ってる。あ、ちょっと敵の人数がちょっと少ないので、このような戦いになっちゃってるんだけど、どういたしようか。エコが取れてしまった。どうしたらいいだろうこれは。ちょっといるな。味方がやった。敵がどんどん減ってってないかこれ。こんな戦場で大丈夫か。これはあれだな、 BF3 とかの光景でよく見たな。青キルアシストを貯めて、ん、チームキル、チームキルってなんだ。味方がチームキルをしたぞ。これは一体どうなってるんだ。真っ白で何も見えない。これでいいのか。これ以外に敵と戦闘する方法がない。あっちゃ、敵が少ないな。エコー点滅、ただ本当にバンする機能がないのかがちょっと
コンシューマー版微妙なんですが、キックされる、管理人がいればキックされることもあるのかな、ピストル以外を使っていれば。だとすると、この前このサーバーで遊んでいたときに、なんかいつの間にか AR で暴れていた人が消えてたりしていたことがあったんですが、それは自分から抜けたのか、それとも管理人にバンされたのかはちょっと分からなくて、あらら味方が敵拠点前に集結している。これはこれでいいのだろうか。あ、チャーリーに入ってくれてる。お、チャーリーが暴れた。これはちょっと試合の進行が変化があるんじゃないだろうか。味方がやられた。よし、はい、チャーリーとかデルタ、もしくはチャーリーとブラボーの防衛戦とかが、攻防戦が始まると結構あの、まあ、ハンドガン弾少ないので倒れる敵が増えてくるわけで、結構蘇生とかでもポイントが貯めれると。まあ、ただその兵士が、兵士の多くが死んでる要因が、そのショットガンで暴れ回ってる人がいるだとか、 LMG でバンバンやってて100ハーしてる人がいるだとか、まあいろいろあるわけですね。今ここに敵はいない。まあ、前から持ってるけど、このチャーリーの旗を噛む範囲がちょっと狭く感じるんだよな。さあ、ちょっとブラボーに突っ込んでみようかな。よし、よし、青ディーグルだ。ハンドガンである分すんごい静かな戦場だな。ありがとう。敵はまあアルファ入ってるからブラボーは入ってもいいか。どっから来るだろう。まだアルファ取ってるからこっちに来ないか。ブラボーゲット。味方がアルファ入っていってるな。敵何いるんだ今。まだこんだけの人数か。アルファ入っちゃってこれでまた振り出しだな。この動画を撮る前のもう一個前なんて、もう、あ、またショットガン使ってる。ショットガンとかそういうの使ってる人ばっかだって。敵がいるよ。ユニカ。俺、敵拠点側って向こうだよな。向こうだよな。全拠点取れちゃってるけど、どうしようか、これ。ひたすらマラソンをするしかないな。エコーが点滅してる。ちょっとエコーまで向かおう。こういうあのフィールドに落ちてるスナイパーとかはグレーなのか白なのか黒なのか分かんないで、まあ捨てるけど。これを、あ、今敵がいたな。デルタに入ってったな、きっと。リロード。よし、エコに結構いたな。こっちから行ってみるか。うまい。あ、5発しかない、5発しかない。あー、もう、あ、もう、あ、もう、あ、もうちょっと拾いに戻ろう。まあ全員ピストルは持ってくれる、まあ良き兵士がたくさんいてくれれば、弾が足りなくなったので一度交代して弾を補給すると、まあそういうちょっと新鮮な戦闘方法もあるんですが、まあルール守る人がいれば守らない人もまあ当然いるわけで、
PC 版みたいに強固な制限がかかるわけでもないので、もはやあのこういうルールですよっていうのがあの紙に書いてあるぐらいの状態なわけなんですね。それでも守ってくれる人が多いのは助かる。リロード。敵がもう100チゲ近くしかないな。力きそうだな。よし、はい、ハンドガンって結構ヘッドショット取りやすいのかな。よし、どうしよう。あ、違う。青。あ、それはあかん。この分隊から湧いて、まあもう50チケットも切ってしまったと。ああ、今のはどう考えてもハンドガンの音じゃないな。はい、敵の機銃を発見した。機銃って言ってるもんな。機銃って言っちゃってるもん。いっちゃい、めちゃくちゃだもんこれ。いや、まあ、こんだけ攻められちゃってるから100歩譲っていいとしてもねえ。いや、あなたもそれどう見てもハンドガンじゃない。マスターエイドがある、使え。あとこれチケットコンクエストにしては終わるのが早すぎるんじゃないかこれ。終わった。まあピストルオンリーサーバーのオペレーションロッカーがまあどういうサーバーかがお分かりいただけただろうか。まあちょっと気分を変えてドンパチなのか、ちょっと抑えめのドンパチをピストルでやってみました。じゃあ今回はこんなところで、はい、ご視聴ありがとうございました。